ザプフェンドルフは、ドイツ・バイエルン州のオーバー・フランケン行政管区、バンベルク郡北端に位置する、市場町である。マイン川に沿って東西に走る、交易路と中林源からバイエルンへの交易路が、交差する位置にあたり、マイン渓谷の中継基地と位置づけられる。フランケンバルトからイカダで流されてくる木材は、ライン側へ、そして最終的にはロッテルダムまで運ばれる、資源であった。この町は、 公式には10の地区からなる。このうち、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。有志以前から人が暮らしており、青銅器時代の出土品が見つかっている。文献上初めて言及されるのは904年のことで、ある。名前は、ザップホ、すなわち、松ぼっくりの村に由来する。元々の領主は、メラニエール家で、トルーエンディング家がこれを引き継いだ。 1390年にこの村はバンベルク市教本部に売却された。1803年の帝国代表者会議主要、決議以降はバイエルン領となった。1945年4月1日、低空飛行してきた爆撃機から空爆を受け、街の大部分が焼け落ち、破壊された。1955年、市場庁の故障を獲得した。1972年に、 ラウフ、オーバーライターバッハ、キルヒシュレッテン、ザッセンドルフ、ロイトレス、ロート及びオーバーオーベルンドルフが1978年にウンターライターバッハが合併した。現在ではオーバーフランケン西部の小規模中心都市となっている。紋章は赤字と金字で上下に2分される。上部は2つの大きな金の網張りを斜め十字に配置、下部は 銀の斜め体のもとに黒石子。ウンターライターバッフの上官市場長ザップフェンドルフの見どころは以下の通り。アクリーナのウォータースライダーアクリーナ屋外プール。ありがとうございます。